あの3年ぐらい前から出店をしたいって上には言っていて、もうやっとの思いで出せた。だから本当にもうやっと来た、ついに来たってい もう機会なんで、もう今回はあのかなり気合い入ってます。今日はもうスーツ3着作ってきました、オーダースーツ。今お話しあったように、4年半勤めさせていただいたハーレム総本店を、今月いっぱいで退店させていただくことになりました。今後自分の人生のことを考えたら、やっぱり、自分でお店を出して、まあ、誰かの下ではなくトップに立ってやっていくっていうことも、少しでもやっぱり早くそこまでたどり着きたいっていう。アン社長から学びたいなっては、プレイヤーで長年やってきて、であの経営者としてもあそこまでのレベルになって、でも学べることしかないじゃないですか。当たり前のことを切らさずにやる。もうとにかくこれしかない、で時間もかかる時もあるし、かかんない時もある。今すぐに帰れることなんで、緊張感持って、一流店って歌うんだったら一流の仕事をしていきましょう。以上です。はい、はい、では竹谷取締役お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今月いっぱいしらしらの退店させていただいて、来月から自分をトップとして、クラブエデンという名前でお店を出すことになりました。はい、で、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、俺はまあ、今月いっぱいでプラチナを退店させていただくことになったんですけど、まあ、出会いと別れはいっぱいあるんですけど、ここでスターになる人間が一人でも多く増えていくこと、ここでまた一つの成長、出店、目標に向かっていく人が増えることを期待してます。以上です。はい、はい。それでは6月3日プレゼンターを見ております。プレゼンに頑張りましょう。頑張ります。一緒の話、はい、そうなんです。2時ぐらいまで出店準備だったらいいから、まあ、試合できてすげえ貴重な経験だから、まあ、こんなこともしなくちゃいけないからさ、それを全部任せたらやってくれる人がいるかもしれないけど、そこにノウハウがなかったら本当に社長じゃないじゃん、正直。なんか立ち上げ、お店の立ち上げを一から経験してるのがラン社長だし、 YouTube で KG で一番伸びてるのもラン社長なんで、いろいろ学べること多いなと思ってこっちに来たんですよね。本当は今年の末ぐらいになるかなって話だったのが、箱がたまたま開いたところがあったんで、もうこのタイミング逃したらまた伸びると思って、もう出店しますって言って踏み切った感じですね。なんで7ヶ月で辞めるなんて多分今までなかったと思うんですけど、うん、いやびっくりしました本当に。そうなんですよ、早っと思って。早いですよね。ちょっと気まずいのもありますよやっぱり。1ヶ月は短いと思いますよ。オープンにあたってはやっぱシミュレーションみたいなのも何回もした方がいいし、実際のお客様役として案内してとか、あとシャンパンコール一つ取ってもそうですし、それこそ説明会一つ取ってもそうだし、求人はどうやってするのかとかもそうだし、ポストのサイトにいつアップするのかもそうだし、 SNS 用の画像だったり従業員のその宣材写真とかもどこまで間に合ってるのかとかもそうだし、準備が本当に9割ぐらい大事なんで。
お疲れ様です。すごいですね、僕来る方面分かったんですか。いや、なんとなく見渡してたら、はい、すげえ今日なんか服がいつもと違うなと思って、それで見つけちゃいました。おお、ありがとうございます。オーダースーツ3着作って、すごっ気合入れまくってます。人数とかもやっぱ今回揃いきってない部分も正直あるので、もともと3人でスタートする予定だったんですよ。3人で一応その メンバーとしては、まあ、右腕的な位置で、まあ、ネル主任、ヘルプ酒飲み隊長として一君と、移住枠としてレイビ君と3人で。でもそんなのもう店成り立たないし現実的に難しいよねっていうので、まあ結局その求人かけたりとか、自分ももともとの知り合いにあの声かけたりとかで、まあ結局ギリギリ14名まで集まったんですよ。人数多いと細かく見れないじゃないですか。到着しました。看板はまだ変わってないんですけど、多分看板は多分1週間後ぐらいいいですかね。迷わない一応位置情報とかで送ってはいるので、まあ多分場所はなんとなく分かってはいると思うんですけど、階段オンリーなんですよ。気をつけてくださいね。お疲れ。気をつけてください。見てください。あ、ここはもうエデンついてます。これ気持ちいい、でけーと思って。なんか入ったら分かる。そうですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。暑いか、死ぬかも。そうですね、一応これが全部店ですね。ここだけ。いやいや、こっちもあります。こっちと4席しかないんですけど、なんで全部で15なんですよ。どれくらいの箱だったらどれくらいの売り上げになるんですか。あー、どんぐらいなんだろう。まあ多分あの本部の方が言うには、3000上げたらもう150点と言われてるんで、まあ希望的には。お名前は？七瀬しおと。僕埼玉県でポストをやって、歌舞伎町で初めて行ったんです。前は別店舗で やってて、うん、今回からね行きます。前はプレイヤーだったんですけど。へー、はい、売り上げとかは結構あるんですか。まあ売り上げはまあだいぶ、まあ、いやだいぶではない、そこそこって感じです。どれぐらいですか。最高は500です。あ、月です。500万500円です。なんでなんですか。元から内勤に興味あったんで、ちょっとやってみたいなっていう感じですね。おはよう。明日から頑張る。今日から頑張る。はい、頑張ります。加藤さん、なんで来てるんですか。あ、やっぱりちょっと心配だったんで、備品が足りなかった。結構オープンの時で備品が足りなかったりとかバタバタすることがあるんで、フランチャーの拡大の時もやっぱり物がないんで、うん、全然あったんで。アイスのさ、トングのさ、取るやつがないからさ、今グラスに全部さ、アイス入れて持ってってくださいって書いてくるんだよ。あ、本当はトングないじゃん。マジやん。
そんなにじゃん。アイスを入れてあげることができない。そもそもホストクラブでいうどれぐらいがヤバい時間ですか。始まることができないんです。タクが。わかります。紙ナプキンを結構多めに欲しい。なんか絶対にこんないらんやろっていうぐらいの常識の範囲を伝えてほしいけど、今日全部に刺すわけやん、20択。そしたら多分買いすぎでちょうどいいぐらい。買いすぎでちょうどいいぐらい。どうせ消耗品がいつか使うから。こだわりの式。わかんない。じゃあランビーよ。ランビいや、違う、それね。普通ね。違うね。どっかのところが高かったか。あ、これか。割れ物、割れ物、割れ物。割れ物ってめっちゃ高くなったじゃん。え、これっぽいな。グラスとかで全然見た。あ、これは違うね。緊張するわ、ちょっと。しちゃいますか。じゃあ4月4日、エデン最初の調理始めます。おめでとうございます。最初ね、あの3人でスタートとかなって、3人はねえだろうってなって、まあみんなこういうメンバーが今回集まってくれて、心から嬉しく思います。もちろん、今日ねスタートで、もちろん、準備の段階で不備があったりとか、まあ、今日の営業で粗が出てきて、また問題点が出てくることもたくさんあると思うんですけど、まずは俺が背中で見せるし、まあ、それで続いてね、ネルも意思持って、たくみくん持って、どんどんみんながこう引っ付いてやってってくれたらいいなと思うんで、これからも末永くよろしくお願いしますということで、今日一日頑張りましょう。はい、はい、はい、はい。あ、じゃあエデンだけじゃなくて俺のもメンションしてよ。したら俺それ、あれするから、あげるから、逆にそのまま。僕のお客様はもう一発で来ますから、自分のお客様にもう一番最初に入って、一番最初にシャンパンを下ろした人になってるって言ったんで、入った瞬間シャンパン下りです。入った瞬間シャンパンって、シャンコもうしなくていいかな、逆にできないかも。今日ちょっとやばい、本当にやばい。一旦もうこの、もう風呂にかけるだけだから、今日一回出ようか。いや、やばいって。でも準備が足んなすぎた。厳しいこと言えば、誰も成功すると思ってなかったと思う。思ってないと思う。なんか